はいどうもこんにちは高島です今回はですね近所すぎて週1ぐらいのレベルでイケアに通っているまあイケア好きの僕がおすすめする知らないと損するイケアの裏技8選をご紹介したいと思いますはいそれでは行ってみましょうはい。 はい、というわけで僕の家から自転車で56分で IKEA のね立川店っていうところに行けるんですが、まあ、週1ぐらいのペースでですね IKEA にね、えー、行くことがあったりするんですけどその中で IKEA に行く前にね絶対にこれ知っておいた方がいいよっていうね8つの裏技をご紹介したいと思います。 1一つ目はですね無料でロッカーが利用できる裏技ということでね入店したらすぐに、えー、とロッカールームっていうのが実はあってでそこをね気軽に誰でも利用できるっていうことができます荷物を一時的に、えー、預けることができますので身軽に、えー、お買い物ができるというようなことになりますで IKEA って、えー、入り口からねレジまで最後までね順路があって で必ずね順番に店内を巡っていかなければいけないんですが、それがですねまあいろいろ見てると1時間とか2時間とかかかってしまって、その間ねちょっと荷物があるとですね結構ね邪魔くさいっていう感じがすごくあるんですね。でそんな時に入り口付近にあるロッカールームにですね自分の荷物を入れて暗証番号タイプなんでね鍵をなくしたりもしないような感じなんですけど4桁をこうやって入力して登録して でその4桁ね忘れちゃいけないんですがそれをですね後ほど入力すれば解除することができますんで人によってはですねかなり便利なサービスになるんじゃないかなと思います、えー、ゆっくりねカートでお買い物する場合にはいいとは思うんですが、えー、結構ね少しの買い物の予定なのに必ずレジまで行かなければいけないのでその間もですね、えー、少しでも身軽にお買い物が集中したいっていう方におすすめの裏ラザになります 2つ目の裏技は500円クーポンがもらえる裏技になりますこちらですね i k e a ファミリーっていうね IKEA の会員になるとウェルカムクーポンって言ってね500円分のクーポンチケットがですね発行されてお得に買い物ができるっていうねことになりますでまだ i k e a ファミリー i k e a にあんまり行ったことがないよっていう方は i k e a ファミリーっていうね会員になってない方多いと思うんで もしねちょっと行ってみようかなっていう場合はですね IKEA ファミリーになっておいて登録したメールアドレスにメールで届きますのでメールで IKEA のニュースを受け取るっていうのにねチェックを入れておかなければいけないっていうのが注意としてあります。であとですねもう一つ注意なのが IKEA 会員になってから翌日に そのクーポンが発行されますので IKEA に来てそこで登録しても明日になってしまうのでそこだけ要注意かなっていう感じですね。 あとはですねそのクーポンは発行して、えー、メールが届いてから1ヶ月間有効になりますので、まあ、1ヶ月以内に行くまあ明後日ぐらいに行こうかなっていう時は IKEA ファミリーの方をね会員登録するのがおすすめです誕生日にはですねバースデークーポンで500円分これまたいただけますので、えー、そちらもね同じようにメールできて同じように受け取ってから1ヶ月の、えー、有効期限となっておりますので 1> 1回ねウェルカムクーポン使った後とでもたまにねこういったクーポンも、えー、受け取れたりもしますちなみにイケアファミリーの会員になるのは年間費とかね入会金とか一切無料なのでアプリをダウンロードして多分ねそこで入会することはできますので気軽に入会していただいてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますさらにイケアファミリー限定の特別価格のね 商品なんかも一部ありますので、これから IKEA に行く人とかですねネットショップでも IKEA 会員の割引なんかもあると思いますのでお買い物する前にねチェックしてみてくださいはい続いて3つ目の裏技はドリンクバーが無料ににななる裏技になります。で IKEA ファミリー限定にはなってしまうんですがオープンから1時間。 っていうね時間1時間以内でしたら IKEA の,のレストランって、えー、大体ねあの入り口から家具をいろいろ見て中間ぐらいにですねありますのでいろいろ見てると1時間ぐらいすぐ経ってしまうんですが入店からですねすぐレストランにショートカットする道っていうのもよく見るとありますのでもしオープンから まあちょっと30分ぐらい経っちゃっていたらいきなりねレストランの方に直行するっていうのもいいですしお買い物してたらいつの間にか30分とか40分とか経ってしまったよっていう場合はですね近くにいる、えー、店員さんの方にですね、えー、ちょっと声かけて「レストランの近道はどこですか?」っていうような感じで、えー、伺ってみるとあのショートカットの道いろんなところにありますのでそちらもね合わせて気にされていくと、えー、お得にねランチが楽し 楽しめるんじゃなないいいかなという,ふうに思いますお昼の時間より、まあ、少し早くレストランに到着するとですね待ち時間も少なくなりますしあとねいい席が空いてたりもしますのでえこのねオープンから1時間の間にねレストランに行くのっていうのはねかなりおすすめだと思います僕はね、必ず行ってます。 えではね4つ目なんですがこれね意外と知られてない裏技、えー、レストランメニューで、えー、とマッシュポテトをフライドポテトに変えるっていう裏技です人気メニューで例えばミートボールとかですねスウェーデンミートボールなんていうのがですねあるんですけどそれね一つのプレートになっててミートボールがあって脇にねマッシュポテトが添えられていることがあるんですけどそのね添えられているマッシュポテトを注文のところでですね マッシュポテトをフライドポテトに変更をお願いしますっていうことをですねその合言葉を言うとですねえっと,、えー、っとスウェーデンミートボールの8個で、えっと、マッシュポテトをフライドポテトに変更できますかお願いします マッシュポポテテトトからフライドポテトへの変更が可能ということになりますこれね実際やってみたらねできましたのでこれねあのフライドポテト追加で欲しいなっていう時ねポテトポテトで多いなっていうふうに思われると思うんですが最初っからねマッシュポテトをフライドポテトに変更っていう感じでねやっていただくのねかなりおすすめだと思います気分に合わせてこのねマッシュポテトフライドポテトって変えるのおすすめですはい是非やってみてください はい、続いてはですね、えー、w i f i が無料で使える裏技ですね。 えこれはですねまあ実は裏技というか、まあ、単純にフリー w i f i のことですで IKEA の店内はですね意外と気づかないと思うんですが Wi-Fi がフリーで使えます誰でもパスワードもいらないで使えます店内ど結構広いんですけどどこでもね w i f i がつながるっていうことで IKEA に滞在する時間って12時間平気で経っちゃいますのでその間ねネットで、えー、商品の方検索したりとかですねアプリを使ったりとかですね意外とネット 使うシーンってあったりするんですけどそういう時にねフリー w i f i があるとありがたいっていうねそういった感じになりますはい続いての裏技は家具を買い取ってくれるサービスがあるっていうね、えー、これもですね意外と知られてないんですが不要になった IKEA 家具はい IKEA 家具に限ってですが買い取りをしてくれるんですねあの引き取ってくれるじゃなくて買い取りをしてくれるんですよでですので 査定があるんですけど、ここでもね IKEA ファミリー優遇されます。IKEA ファミリーとかあとね法人会員っていうのがあってそのね2つの会員どちらかであれば買い取りの査定から10%アップで IKEA 家具をですね買い取ってくれるっていうサービスがあったりします。さらに、出張で引き取りのね、 え自宅へ回収しに来てくれるっていうねサービスもあったりするんですがもしね大きいものだったらそういったサービス利用するのもありだとは思うんですが注意点として引き取りの方はですね送料として4550円からからですね大きいものだともうちょっと高くなる可能性があるんですが送料としてかかってしまいますのでまあ査定をね送料が上回ってしまうっていう場合も まああるとは思うんで、えー、その辺はね引っ越しの時とかもうこれどうしようもないよっていう時はね引き取ってくれるっていうことがありますはい続いてはですねマックス90%オフでこれどういうことかっていうと IKEA の大型店はですね レジの直前にアウトレットコーナーナっていうのがあるんですねでアウトトレットに並んでいる商品はですねどれもめちゃくちゃ安くて、まあ、中には90%オフっていう商品まであったりします。 50%60%70% ぐらいはね結構ザラにあったりするんですけどその中で商品はですね、まあ、展示品で店内で展示されていたものとかですねあとは生産終了した商品とかですねそういったものが在庫整理のためにですねアウトレットに並ぶことがありますで現行品で新品で売っているものが50%オフとかで購入できることが可能性があるっていうことで レジの直前に、えー、そのコーナーがあるんですけどまず入店してから順路に進むんではなくてアウトレットをねちらっと覗いてから行くっていうね、えー、そういったことをするともしかしたらいきなりお目当てのものがですね安くゲットできるっていう可能性もありますので、えー、その辺りもねうまく利用してもいいんじゃないかなと思いますで商品の方はですね使用には問題のない訳、えー、ありの品っていう感じでですね先ほどの 買い取りサービスっていうのがあるっていうご紹介したんですがそこで買い取ってきれいにリペアして、まあ、壊れてるところを直したりしてそちらに並ぶっていうパターンもありますので自宅でね使えるアイテムっていうのが意外とあったりします。 で小物から大型家具までねいろんな種類あったりしますしあとはですね一部ですがネットショップでもあったりしますので、まあ、意外とね IKEA のホームページから見てもそこにたどり着くの難しいんですけど、えー、ネットショップでもねアウトトレット品あったりします。一応ねその辺りもリンク貼っておきますのでよかったらチェックしてみてください。 IKEA の新商品って、えー、現在ですね889アイテムとかね、結構大量にあるんですよ。その中で人気になった商品はレギュラーメンバーとして残ったりすると思うんですがあんまり売れなかったものなんかは生産終了になったりしますのでその辺りの商品がですね並んでる可能性が高いです注意点としてはですね持ち帰れる人はいいんですが、えー、発送する場合はですね送料がかかります けどあの組み立てた後のものなので解体してね綺麗に梱包しているっていうわけではなくて出来上がった商品を持って帰らなければいけないので大型のもので発送になりますので送料がねやや高くなりがちっていうのがあります。持ち帰る場合は、えっと、梱包されてませんのでで自分でね うまく梱包する必要もあったりしますであとねあんまり大きくて持ち帰れない場合はえっ、ー、と IKEA でえっ、ー、とね工具の貸し出しなんかもやってるらしいので、えー、少しねドライバーなんかを借りて軽く解体して車の中に荷台にね入れれるような状態にして持ち帰るというような形になります。 であとですね返品できないっていうこととあとはですね保証がないよっていう保証期間がないっていうことでねその辺りの注意点を見て、まあ、結構単純ななな家具だったら全然問題いいかなと思います複雑なギミックのある家具だったりすると少しね後から何かあったとしても保証がないっていうのでね要注意かなっていう感じですね。 はい、続いてはですね1年前に購入ししたた商品品を返品すす。る裏技っっていうのもね、あったりしますで、これね裏技っていうかこちらもね制度になってしまうんですがまあ結構知られてないっていうところでご紹介すると IKEA では未開封であれば365日の期間以内であれば返品に対応してくれるというねそういったことがあります。例ええば、購入してよくよくく考えたら、 いいいらななぞみたいなねそういったことが万が一あった時には返品に対応してくれるっていうことですねで返品する場合はですね出口付近に返品コーナーがありますのでそちらに持っていけば対応していただけるというような形になりますその他にもこのコーナーではですね部品が足りなかった場合とか商品トラブルに対する対応しているコーナーになりますのでこういったね部品が えーこう置かれていたりとかですねこういったコーナーになってますのでもし何かあった場合はですねこの出口付近の返品コーナーに行っていただくというような形になりますかなりね太っ腹な対応していただけるということでこういったこともね考えておけばむやみに開けなければ返品できるよというようなことになります はい、というわけでいかがだったでしょうか今回ね IKEA の裏技8000ということで知ってると意外とお得な情報だったりしますのでよかったらね行く前にチェックして見てみてくださいであとね行ったことない人へのねこれから初めて行くよとかね全く知らないよっていう方への豆、まあ、知識なんですが IKEA ではですねレジの後に、えー、簡易的なねフードコート的なねコーナーがあってそちらではですね ソフトクリームが50円で買えたりとかですねホットドッグが80円で買えたりとかですねかなり安くちょっとしたね食べ物が。 食べられるようなススペースがあったりしたりりしですねあとはですね IKEA で荷物が増えてしまった時にはタイムズカーシェアとかもね設備としてありますので意外と購入してしまったっていう場合はですねカーシェアを利用するっていうのも、えー、一つ手なんじゃないかなというふうに思いますその他にはね、えー、バスが通ってますんで、えー、駅から IKEA に行くバスっていうのもありますのでその辺りも利用していただけると 楽しくスムーズにお買い物ができるんじゃないかなと思います。でカーシェアの方はね、えー、車返しに来なければいけないので割と近所の方限定でねお使いいただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。ははい、それではまた。